駅舎旧駅舎洋国駅は大分県早見郡肘町浅沢にある九州旅客鉄道日報本線の駅である相対式ホーム2面2線の設備を有する地上駅 JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅肘町の洋国駅周辺地区都市再生整備計画により2016年に洋国駅は東側へ 約100メートル移設された。移設に伴い、ホームの傘上げを行って、車両との段差を解消、南北自由通路を併設した駅舎と駅前広場、駅前駐車場などが整備され、駅南北にロータリーが建設された。また、これに合わせて、ケイズ電機横の旧大分県立肘高等学校のグラウンド跡地に複合商業施設が建設され、2015年6月1日に、 ビビに室としてオープンした。駅舎には、肘町内にある、ハーモニーランドにちなんで、サンリオのキャラクターがデザインされている。また、2018年11月17日より、接近放送のメロディーに、ハローキティフォーティースアニバーサリーソング、ありがとうハグユーが採用された。1986年度には、乗車自民が2991人で、 公社人員が3204人、1987年度には、乗車人員が17万7645人で、公社人員が17万1777人であった。2015年度の乗車人員は30万1500人、公社人員は30万5801人である。特急列車はて通過するが、 一日約半数の特急が停車する宇佐駅や柳ヶ浦駅より乗降客数は多い。一日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。駅前は、肘町の中心地で、金融機関も、おおむね揃う。 ハーモニーランドは東駅から北東へ 4.5km ほどの位置にある。ありがとうございます。